バリー線はゴートランジットの一路線であり、1982年にゴートレインの路線として開業した、トロントとバリーを結ぶ路線である。2014年の1日利用者数は1万7000人、年間利用客数は346万2500人と、ゴートレイン全路線の中でリッチモンドヒル線に次いで少ない。総延長は 101.4km と長くなっている。 途中トロント大都市圏で人口増加が著しいボーンやオーロラを通ると農村部を抜けて市務高校湖畔にあるリゾート地ともなっているバリーまで行く中距離路線である運行は平日ラッシュ時の1方向のみであり朝方はアランデールウォーターフロント駅とメイプル駅からトロントユニオン行き夕方はユニオン駅からアランデールウォーターフロント駅へ向かう列車が運行されている土曜 休日は4往復が運行されている。所在地は基本的に駅名と同じである。2016年にはトロント地下鉄1号線との乗り換え駅となるダンズビューパーク駅が開業し、ヨーク大学駅は閉鎖される予定である。また、2020年に開通するトロント地下鉄5号線との乗り換え駅となるカレドニア駅の設置も計画されている。 2017年から2020年までの間に列車本数を1日平日20往復、週末12往復程度まで増発される予定である。また、2024年までのユニオン駅オーロラ駅が電化され、この区間はゴーリージョナルエクスプレスレールとして終日15分間隔での運行となる予定であり、アランデールウォーターフロント駅までの区間も終日1時間間隔での 運行となる予定である。ありがとうございます。